さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は富山恐怖の冤罪事件でございます。この事件に関しては一応解決したとなっておりますが、本当に解決したと言えるのでしょうか。ぜひとも皆様のご意見もいただけたら幸いでございます。本当の解決は事後のサポートが必要に私は感じます。最後までご視聴のほどお願いいたします。またチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。では行きましょうか。それではここからはナレーターである今宵2号が担当させていただきます。2002年4月15日、同年3月13日に当時16歳の女性を強姦しようとしたとして、タクシー運転手の男性 Y が強姦未遂容疑で、富山県警察、氷見警察署に逮捕されました。5月には別の女性への強姦容疑により再逮捕されます。逮捕のきっかけは男性 Y が女性らの証言する犯人と似ていたという安易な理由でした。2002年11月、富山地方裁判所にて男性 Y の判決が言い渡されます。判決としては、懲役3年でした。男性 Y は2005年1月まで服役をし、出所いたします。この時、Y は世界に絶望していたんです。俺はやっていない。なぜ、誰も信じてくれないんだ。正義はどこにあるんだ。男性 Y の不幸はそれだけではなく、出所後に地元富山県で再就職活動を開始しますが、前科者を雇ってくれる会社などなく、連続で25社不採用となります。さらには、警察の取り調べにより PTSD を発症しており、就職活動はできないと、医師によりドクターストップをかけられます。絶望感はさらに増していきます。2006年11月、鳥取県警察が婦女暴行の容疑者 O を逮捕いたします。容疑者 O は逮捕されたから素直に言うよ。お前ら警察は無罪って分かっている人物を正義の名のもとにでっち上げるんだもんな。富山県でのあれ、犯人は俺だから。後に O は服役中、報道機関に同内容の手紙を送付しております。果たして男性 Y はなぜ有罪となったのか。そこには正義の皮をかぶった悪魔の存在があったのです。それではなぜ無罪である男性 Y が犯人にでっち上げられたのか、警察の巧妙な手口などをご説明させていただきます。男性 Y が犯人に似ているという情報を得た警察は2002年4月8日に任意同行を求めます。当然、男性 Y は身に覚えもないので、すぐに返されると思っていました。署に行ってみると、ほぼ身柄を拘束された状態で朝から晩まで、長時間にわたって取り調べが続きます。途中、男性 Y を帰宅させるなどし、断続的に8日から15日までの間に、およそ3日間取り調べを行います。この時、取り調べ官は相当焦っていました。実はこの任意同行は任意というのは名ばかりの実質逮捕だったからです。途中に帰宅させたのは任意同行を強調し、自白の証拠力を保つためでしょう。また、実質逮捕の場合は最初に任意同行した時点から拘束できる48時間がカウントされていきますので、おそらくリミットギリギリだったのでしょう。不当に長引かせると、自白が証拠能力を失い、検察側が不当と判断する恐れもあるからです。ついに、取り調べ官は違法である、偽計を用いるのです。本来なら、偽計を用いた自白は、証拠能力を失い、男性 Y が圧倒的に優位になります。おそらく、この時点で隠蔽という禁断の扉を開いたのでしょう。取り調べ官は、お前の家族も、お前がやったに違いない。どうにでもしてくれ、と言ってるぞ、などという嘘で自白を誤導します。絶望した男性 Y は容疑を認めてしまいます。そして、自白したとして逮捕されます。さらに取り調べ官は、実質逮捕だった期間をあくまで、任意同行だったと押し通し、さらなる48時間を獲得いたします。自白の裏付け捜査が行われます。まず、取り調べ官は男性 Y に対して、お前は、はい、うん、しか言ってはいけないと強要いたします。まずは、被害者の目撃証言にあった。
被疑者の車の後部座席にあった星のマークがついた運動靴についての証拠調べからです。星のマークの靴は男性 Y の自宅を固く捜索しても発見することができなかったのです。それに対して捜査官は、靴を捨てたんだよな。男性 Y、 はい。この時男性 Y は明らかにおかしいと違和感を感じていましたが、任意同行での恐怖が残っており、逆らえる精神状態ではありませんでした。捜査官、丸々に靴を捨てたんだよな。男性 Y、 はい。捜査官はすぐさま調べに行かせますが、靴は発見されませんでした。捜査官、本当は捨てたんじゃなく燃やしたんだよな。男性 Y、 はい。こうして目撃証言の靴は男性 Y が自宅で燃やしたことにされてしまいます。次に被害者の証言で、サバイバルナイフを突きつけられ、チェーンで手を縛られたとあり、その証拠調べをします。当然男性 Y の自宅にはサバイバルナイフもチェーンもありません。そこで取り調べ官は、被害者の記憶の錯誤として男性 Y の自宅にあった果物ナイフとビニール紐を証拠にいたします。次に取り調べ官は、男性 Y に被害者宅に忍び込んだ際の証拠として、家屋内の見取り図を書かせることにします。被害者宅の図を紙に書いてください。男性 Y、 はい。取り調べ官は男性 Y の後ろに回り、男性 Y の腕を持ち、見取り図を書き出します。次々と証拠が出来上がっていく一方で、男性 Y の犯行を否定する証拠も上がってきます。科学捜査研究所から、現場に残された体液と男性 Y の血液が不一致というデータが上がってきます。さらには犯行当時の時間帯に、男性 Y が自宅の電話から知人にかけて通話をしていたのです。それは知人並びに NTT の通話記録にも残っていたのです。そう、男性 Y には明白なアリバイがあったのです。さらには現場に残された足跡は 28cm と大型なのに対し、男性 Y の足は 24.5cm だったのです。こういったことから、立件は無理ではないかとの声が氷見警察署内にあったけれども、作り上げた証拠を武器に検察に送致いたします。富山地方検察庁は男性 Y を起訴することにします。裁判に向け、男性 Y には弁護士がつくこととなります。男性 Y は今までの恐怖や捏造から助けてもらえるのではないかと思っていましたが、弁護士の登場により、夢も希望もすべて失うこととなります。弁護士は、裁判官から何を言われても認める方向にしてください、控訴して高等裁判所に行っても無駄ですから、一審で終わらせましょうと男性 Y を犯人扱いいたします。さらに弁護士は、勝手に実刑士より集めた約250万円を被害者2人に対し和解金として支払っていたのです。ここはあくまで試験となりますが、2つのパターンが考えられます。1つは、取り調べ官と弁護士がつながっていた。2つ目は、男性 Y との接見交通権という面会を設ける制度があるのですが、それを取り調べ官が不法に拒絶し、弁護士が先に男性 Y の家族に面会した可能性です。男性 Y の家族は世間体を気にするタイプでもあり、警察官に犯人と言い聞かせられていたのであれば、家族の意向により先行して示談交渉をしたのもうなずけます。どちらにせよ、まんまと手の上で転がされていたんです。富山地裁における裁判の席でも、男性 Y は自暴自棄となり容疑を認めてしまいます。また自白と少女らの証言が重要視されたことで有罪判決が下り、同年11月に懲役3年が確定いたします。ちなみに、多くの方が誤解しやすいので補足を入れさせていただきます。自白証拠のみで有罪とすることはできません。自白証拠の証明力を高めるために、自白を補強させなければなりません。それを自白の補強法則と言います。この法則は冤罪被害を抑制するために作られた法律なのです。今回のケースであれば、男性 Y の顔を見た被害者がこの人です。またはチェーンではなく、このビニール紐でした。サバイバルナイフではなく、この形状の果物ナイフでしたと被害者が認めることによって、自白が証拠能力を得ることができます。
今回の事件は構成要件的にも、罪名的にも、年齢的にも、被害者特定事項の秘匿決定がなされているので、おそらく、間に検察官が入る形で、自白補強をした可能性があるのではないかと思います。もし、そうだったら、本当に恐怖でしかありません。2006年11月、別の婦女暴行事件で鳥取県警察に逮捕された人物が、自分が真犯人である旨を自供をいたします。2007年1月17日に、男性 Y の親族へ行き先を説明し、富山県警察が謝罪いたします。これを受けて男性は、無罪判決を求める再審請求を富山地裁に行います。また、1月29日に富山地検の検事正が男性 Y に直接謝罪した。富山県警が冤罪事件について謝罪したとされる1月23日夜の翌日、24日昼に、男性 Y は富山地検に呼び出され、当時の取調べ捜査官、担当検事を恨んでいません、などという内容の調書を意思に反して作成させられた上、さらに男性が知らないはずの事件の詳細についての自白書類が富山県警により捏造され、男性 Y は署名、死因させられています。おそらく、不正の隠蔽工作でしょう。再審の論告公判は8月22日に行われ、弁護側は無罪を求刑し、2007年10月10日に無罪判決が言い渡された。また検察側が控訴しなかったため判決はそのまま確定した。無罪となった男性は真犯人発覚後、マスコミのインタビューに答え、尋問した刑事から身内が間違いないと認めていると告げられ弁明しても聞いてもらえず、罪を認めざるを得ない状況に陥ったと答えている。また、同意すること以外は、意見を述べることを刑事から禁じられた上で、刑事の言うことが事実だという念書を書かされ、署名させられていたとも告白している。男性 Y は2009年5月14日に国家賠償訴訟を提訴いたします。2014年2月17日の富山地裁での第24回口頭弁論の取調べ官の証人尋問で、被害者の自宅の見取り図は男性 Y に確認しながら取調べ官が見本を書き清書させたと取調べ官は証言した。凶器、被害者の縛り方など容疑者が知り得ない事柄には取調べ官が選択肢を示し供述を得ていたことも認めた。同年4月21日の富山地裁での第25回口頭弁論で事件当時の検察官は、通話記録について見たが精査しなかったと弁明した。足跡のサイズの差についても、バスケットシューズは大きめを履くこともあり矛盾するとは思わなかったと弁明した。2015年4月に富山地裁は、富山県警察の捜査の違法性を認め、県に1966万円の支払いを命じる判決を言い渡し確定した。富山県警は、結果においては5人逮捕になりましたけれども、当時の捜査幹部の指揮あるいは、捜査員の捜査手法、それを一つ一つを挙げつらって捜査の懈怠があった、あるいは、そこに捜査のミスがあったということで処分に該当するものだというふうに判断できるのか、どうかということになると、当時の捜査状況をつぶさに検証した立場からして処分を躊躇せざるを得ない、として富山県警は誰一人処分されなかった。さらに、当時の法務大臣が、再審前の2007年1月26日、男性に対し謝罪した際、自白の強要については違法性がないと述べ、当時の捜査員に対して処分は行わないことを決定しています。男性 Y は、取り調べで受けた威嚇の PTSD で就職活動をドクターストップされ、2年余り服役した保証として国から約1000万円を受け取ったが、生活費や弁護士費用で底をつき、生活保護を受けながら生活しているそうです。はい、ではね、今宵に戻ってまいりました。で、皆様は、この事件、本当に解決したと思いますか？だって今までタクシードライバーとして平穏に生活をしていたわけですよね。で、友人にも電話をかけたり、そういう友人もいたわけですよ。で、家族もいて。でも今は家族ともバラバラになって生活保護を受け生活をしているわけですよ。ましてやその孤高の病気というものを抱えているわけですよね。これって本当に解決したのかなって皆様どう思われます？私としてはその後のアフターフォローがあまりにも弱いのではないかというふうに思うのと、
国家賠償請求内でのその裁判の内容がちょっとあまりにも論点がずれているのではないかと私は思うんですよ。例えばね、その何かを提示して相手にその男性 Y に答えさせたっていうのがありましたけど、あれは記憶をこう喚起させる上で多少誘導する、喚起させるための誘導っていうのは適法とされているんですよ。で、これまた検察官もなんというか苦しい言い訳してますよね。 24.5 の人が28センチの靴を履くことはある。本当かいって、脱げちゃうでしょって、そう思いません？バスケットシューズだから。さすがにありえないです。何よりも今回のことの発端というのは、任意同行という名の実質逮捕の時に男性 Y をこう威圧して心を殺してしまうような、そういうことがあったのが発端ですよね。そこから心をなくしてしまった、壊してしまった男性 Y がある種マリオネットのようになってしまった、それが入り口の部分なんですよ。そこに対して話し合われた形跡というのがないんじゃないのかなっていうふうにちょっと私は思ってるんですよね。私が調べた範囲で言いますと。で、そこが抜け落ちてしまうと、はい、いいえっていうふうにその男性 Y が答えているんで、で、そこに対して記憶を喚起することを行ったっていうふうになれば、そりゃね、取調べ員、その取調べ官に違法性がないよっていうふうに言われるのも、まあ、うなずけるんですよ。だからそういうふうになってしまった大元はどこなのっていうのをない状態で、その捜査が適法だったのかグレーだったのかっていうお話をしても、そりゃ平行線でしかないよねっていうのが私の意見なんですよ。多分一番重要な部分を隠蔽して、そして切り張りと言いますか、そういう風にした可能性も多少あるのではないかと、ちょっと私は思ってしまったんですよね。ここに関してはあまりも突飛な意見になってしまいますんで、これが絶対っていうわけでもなく、ちょっとその事実、話し合われてない事実からそういう風に思うこともありますよね、というように、そういう意見です。これらのことからこの事件って本当に解決したって言えるんでしょうか？私はもう本当不思議でなりません。本当にやばいところに蓋がされたまま、あやふやに終わらせられてしまったように、どうしても思います。皆様はどう思われますか？では、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ありがとうございます。